インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ ケンタロウ中村 1,2,3 よいしょ。はい、どうも中村ケンタロウです。おっすしか言わんくなった。いいおよかんもタバコで何年吸いながらで、今日は下ベースという人がどんな人なのかをインタビューでちょっと聞いていこうかな、うん、思うわけですよ。どうしてくれたんですか。出せなくなるからね、この動画。下ベースさんは僕らの認識で言ったらば、YouTuber でキャンプをやってる方です。今日11時半頃だ。だもうええから俺の逮捕の話はええから。ちょっと警察にお世話になった話は抜きにして、で、なんでキャンプ動画始めようと思ったんですか。自分の記録。あ、自分の記録。それこそじゃあもう Vlog。 そうみたいな感じで。 Vlog っていう名前のほらケンちゃんに会ってから知ったぐらい。Vlog って何って思う。え、何年前からやってるの。じゃあ知らん。2014年ってなんですよ。2014年。一番最初に上げたと思う。6年ぐらい前から。で、まあ自分の記録として YouTube に上げるって活動を今してる。活動じゃないけど。活動じゃないのか、まあ記録か。ボケないため。ボケでええよ。あ、そうだ、じゃあ先に聞こう。何歳ですか。55歳です。あ、言うの普通に。普通さっき大家さんにも言ってる。キャラ的にはさ、一回二十歳ですって言ってからでしょ。いや、知ってるよね。55歳で、ゴーゴー。まあ今日聞きたいのは、ゴーゴー。みんなほら動画見るからキャンプの動画やってるのは知ってるじゃないですか。ゴーゴー。キャンプの動画をやってるのはみんな知ってるけど、どんな人なのかほら知りたいから。若い頃何やってたんだろうこの人は。知りたくないっすよね。この男は普通には生きてきてないでしょ。何やってたの若い頃。人間だろうね。でしょうね。そらそうだ。次はバンドやってたんでしょ。バンドマンをやってたんじゃないですか。ベルトはあっちの。うん、ベルト。そっちのバンドね。バンドやる。え、何歳の時バンドやってたんですか。スタートは。スタートは中学3年生か2年生か中2から。いや、そしたらもう自分でバンドじゃなくて。いや、バンドで。バンドで教えてもらいながら。おお、どんぐらいいたん。その当時のアーティストって言ったらどんなの見てたんですか。キスとか。ああ、キスとか。小学校の時にほらキスよね。キスはちゃ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 。おい、本当だよ。キスを知らない人から聞いたらそうなんだかもしれないけど、キス知ってる側からしたら小学校でキス。デトロイトロックシティ。そうデトロイトロックシティを一発聞いてガレンって本当もう顔真っ白でね、まあ見たら世界のビジュアル系みたいなもんですよ。俺たちが中学校のタイムリーで本当に聴くようになった時は、うん、九死。九死もうそうでしょ。今再開してますけど、ソロアルバムをみんなが出して、うん、活動休止してっていう時だ。で、復活してラビングベイビーが出た時にガーン。まあまあ行きますよ、キスだったらね。いいよ。キス見に行ったの。いやー、でキスってだってほらメタルなのかロックなのかハードってけ。今はジャンルがこうあるけど、うん、昔はなかったですね。ロックとハードロックとクラシックとフォークとかそんな感じ、うんうん、今はジャンル分け。結構ジャンル分けするときに難しいアーティストでは。 CD が出てからね。うん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 。でデジタルの時代、デジタルダメ。デジタルになってもこうなっちゃったんだ。小学校でキスを聴き、中学校でエアロスミスを聴きながらバンドを始めたと。パンクだね。パンク。そこから今度パンク。だってもうほら、セックスピストルズ。いや、クラッシュ。クラッシュ。うわ、本物だ。ピストルズはほら、もうただ暴れるだけ。まあ。まあかっこよかったけど。うん。まあ指導見させるすごい。で、その当時やってたバンドっていうのは、じゃあそういうコピーをやってたの。そうそう。エアロスミスとか。うん。風にパンク。クラッシュ。ヒー。クラッシュ、ボッツ、
モツがその後に出てきたのね。モツ、いきなり日本のバンド見せたりした。あのほら、やっぱ自分たちがやる件が日本語になってるけん。まあ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 。で、ボーカルが その時は、ね、俺はベースだったけど。あ、ベースだったの最初。だってほら、ギターの弦って6本あるのね。まあまあ、ベース4本しかないからね。指4本しか残ってらんねん。そういう感じ。なるほど、なるほど。で、人種も好きだったし。あー。ボーサンデーはほら、なってみる。こんな喋らんだったし、うん、後派だったし。そうか、そうやって。いや、なんかでもそう、キャンピングロックスタイルで、キャンプ動画上げてる、その根底に、モツとかがあるんだってな。うん、それはサングラスかけるもん。撮影するならサングラスかけるってなるわ。そうなんだ。最近モツもライブやってますもんね、かなり。モツ頑張ってる今でも、うん、多分今見に行ってもかっこいいし、 あれはほら男が見て男がこうありたいって思えるアーティストじゃない。ちょっと頭悪いけどほら歌詞の内容は悪いけどね。ストレートじゃなくてちょっともうちょっとひねったがいいんじゃないと。あえてそこ突っ込む。だからみんなほら俺たちの年代になると離れるんだけど、うん、でもどっかでほらこそっと聞けるんだよね。あでそのまあバンド続けて高校生にもなるじゃないですか。でまあ正式にバンドも組んでやってたんでしょうから、ライブハウスなんかも行ってました。うん、でもジャンゴ、まだジャンゴ熊本だと熊本じゃん前はね。ジャンゴなかった時代？そう、熊本はペパーランド。ペパーランドってのがあったの？マジ知らねえ。今もあるよ。マジで？神通りの大谷楽器の5階 ?4 階かな。そうなんだ。そこで、本当にほら、あの、明太ロックの人たちも来たりとか、ちょっとしてたよ。僕はもうほら、高校時代は、僕の高校時代は、ハイスタンダードのライブを、まあ、その、ジャンゴで見てから、熊本っつったらジャンゴっていうイメージはあったんですよね。あ、そっか。ケンタロウたちの時代は、ジャンゴだったら、ビートニック80？ え、ビートニック80？ っていうのが、スタジオがあるわけだね。ああ、その前身が、ファンっていうスタジオがある。あ、なんか聞いたことある気がする、ファンは。で、その後に、貝原さん、名前知るんだけど、貝原さんが辞めて、うん、ビートニック AT っていうのが今、それできて、その流れで、流れって言ったら、ジャンゴができた。はぁ、そうなんだ。だから僕らの時はジャンゴと、それから神通りのライブハウス、なんだったかな、神通りに1個ライブハウス大きいのがあって、そこはもうシーナロケッツとかは、毎月ライブに来てくれたりとか。宝塚？いやいや、横文字。ああ、あったね、なんかね。あった、横文字だったんです。あそこもやった。カウントダウンライブかな。ドラムのやつがめちゃくちゃ仕上がってよ。本当に俺たち恥かいて。終わったね、あれは。その時もうボーカルだったけど、サウスサイドみたいな。まあ、そのサウスサイドのバンドをやりながら、うん、で、その後イベントもやってたんでしょ。そう。まあ、間に。まあ、そのイベント回して、お客を入れて自分で組んだ演者たちを見せてっていうことをやってた。まあそうじゃないよ、本当の仕事。あ、もうガチガチの仕事で。人身売買だって。人身売買で、あのちゃんとほらアーティストの競りっていうか、うん、あピックアップがあって、うん、でとりあえず渡辺美里さんを渡辺美里を持ってくるツアーがあるよ。っていう話なんて、それを取る契約みたいな、九州じゃ一月の料理みたいなのがあったりとかして、はあ、完全にイベントっす。東京まで行って、いや、すげえ。東京ハンズ、東京まで行って東京ハンズが逆なのかガチなのか分かんない。それイベント、あの向こうの大元の名前、ああ新興ミュージックとかさ、ああそこのでかいツアーをね、買うわけ。はあ、九州は確かに、ね、それは、うんうんうん、共同西日本がこの一番アーティストを取りました。うんうんうん、うん、いや、なかなかすごい人生ですね。舞台なんかはほら今コロナであるしとけど、うん、正確に言ったら半年前の開館を抑えてしまう。まあ本当はそうですね。半年前か1年前でも開館だけは抑えてる。で、あと入るアーティストを突っ込んだ。なるほど。
ちょっとプロなんかね、権利持っとかないと規制があるんだけど。そうでしょうね。いやいやいや、じゃあ そんなことをすげえことをやりながら今までやってきて、この年になって今やってるのが YouTube ということでよろしいですか？でもね、YouTuber じゃないね。まあまあ、いやでも僕は全然 YouTuber だと思ってるんです。だってやっぱ土田さん、北陽とか僕ね、YouTube ってほら伝えようと思うことがあって、それを録画して出したら多分 YouTuber だと。そういう情報発信のそのなんていうハードルを下げたものが YouTube だから。それやってる人は YouTube でしょ。情報発信してないの？何言ってんですか。コロナについてとかいっぱい喋ってたじゃないですか。あれラジオちょっとやった時に。そう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 、またやるかなあれ。いいと思う、いいと思う。あれ面白かった。ああいうのもありかな。 BGM でかくて途中から何言ってるか分かんなくなるパターンが。それかこの動画もちょっと声取れてるかすごい心配だから。いやいや、ごまかしね。えでもテレや俺は金を儲けるっていうのは別にして、YouTube をそうやってみんながやっていって、いろんな人がいろんなことを情報発信するっていうのは絶対大事だと思うんで、それで後で。あーなるほどね。長い長くなりましたんで、とりあえずここで終わりますが、あ、ま、今日は寿司田祭りがありますのでこの後もお話を伺っていきます。以上です、後で。よし、九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとかそんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。